あとグラスもありますよ。はい、塩すべで召し上がり。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。お客様2名様です。はい、お願いします。はい、ビール飲んだら捨ててきた。もう万全、いいわ。私がお任せで、はい、こちら側の。どうも今日はありがとうございます。いや、こちらこそ。こちらこそありがとうございます。手でもお菓子を。はい、ご飯の大きさが今ぐらいで。あ、ちゃんと。何名ぐらいいるんですか。板前でしたら、はい、1日で16から17ぐらい。で、裏のメンバーと合わせると50ぐらい。生ビール。カレはい。九米の部屋が16。それが結構多いんです。ああ、幸せだ。はい。何ですか。すいません。はい。わさびをちょっとだけ減らしてもらったりします。多めで。あ、すいません。すいません。はい、すいません。わさと多めって聞き間違えて分かってます。わさび抜きっていらっしゃるんですよね。あ、わさびがやっぱり辛いのがダメとかツーンとくるのがダメって方がいらっしゃるので、ね、ちょっと辛さの種類が違いますよね。皮に抜けるとおどりあんまんください。甘い、すごく甘い。甘いですね。甘いですね。だいぶ甘い。北海道。下からポン酢でもいいですし、醤油。半生か何かあるんですか。半生か、もしくはこのまま生で。生。でかく。はい。生のですと、頭と尻尾は焼いて後でお出しし、じゃあ生で。生でいきますね。はい。この後はちょっと。ちょっと動きが動かない時もありますけど、不意に動きますので、あ、ちょっと動き、動いた、動いた、ちょっと動きました。お、動いた。めっちゃ動いた。びっくりするよね。いただきます。やばいですか。じゃあやめましょうか。歯応えありますか。塩でいきます。ボールだと醤油なのかな。どちらも今日なんか塩か醤油か。どうもありがとうございます。え？ここ？ここのここがなんか。そうなんだ。パスカル。カンパチ。糸いてるので。もう。これ揚げてるんですか。揚げてます。あ、でもね、最初はちょっと低い温度で揚げて水分全部飛ばしてから最後にカラッと高い温度で。おっ、これはおすすめです。これはお酒にいいですか。上向きになります。卵はやっぱ捨てる方がないんですよね。肝も煮たりとか焼いたりとかしますので。これ塩振ってますか。塩振ってますです。すごい。うん、どうぞ。だそこまでこう、確かに、やばい、日本酒進んじゃうな。この後、カツオが入ります。はい、差し支えなければニンニクを
あ、はい、大丈夫です。相性がいいです。すいません、ありがとうございます。純米って美味しいんだよね。いやいや、海苔をつけます。海苔です。僕は個人的に休みの人とかちょっと朝早く行く人とか。なるほど。大体大体マグロは。あ、そうなんですか。はい、ありがとうございます。あ、うまっ。わ、すげえ、うまっ。はい、あ、この穴子美味しいね。ありがとうございます。自慢の。あ、これ美味しいです。口の中とろけるね。おー、ギリギリ。頭と尻尾がちょっと後から特典付きですね。うん、うまい。こう、サグッチだけだったな、はい、このブロックごと来た、あ、美味しい。口の大根の間に、だから若いやん。シソ、5番だけを見たい。若くしてまがります。はい、来週忘年会なんで。あ、そうなんだ。どこ行った？初だった、一緒だった。何食べたらいいか、ネギトロスパイス、カンピョウの進行ですね。飲まない、なんで。インスタ映えする。インスタ映えする。あの時代の流れというか。そうですね、やっぱり手元にカメラがあるっていうのは当たり前ですからね。外人の方とも結構撮ってきますね。外人さん撮れます。楽しいですね。この漬物美味しいですね。はい、麹漬けにしてみたい。皮の人が好きなので、シャーカー漬けを使って、皮漬けの方が余ったらくない。あ、逃げるから。あ、今の味だって。よろしければニンニク。そんな刻まない。はい、美味しい。決まってるんですけど、こっから中トロ、こっから大トロって。お腹がこう…すいません。うちで作ってるものが大体こう、中の部分なんです。断面で大体決まるってことですよね。まずはやっぱり、いいものは築地に来ます。あ、そういうものですか。はい、で大阪湾で取れたものって言っても、やっぱり築地に来ます。あ、そういうもの。イワシなんかもやっぱり向こうでは、いいのは入らないですよね。もう焼けるまでの間に何か召し上がりますか？お締めとか。あ、じゃあ言わしてください。言わし召し上がりますか？はい、言わしてください。あ、これいいわ。あとはね、冷酒も。握り5本使いますからね。ありがとうございます。お待たせしました。焼きたてですね。はい。美味しい。ちょうど。ボルドワイン。卵はご飯つけますか？それともそのまま？そのままで。そのままで。はい。はい、どうも。卵は甘いですからね。ちょっとデザートみたいな。
思いっきり一番違いで全然違うわ。Films.